1月30日日曜日、あの中央総合公園とその周辺で第6回ザ・シティマラソン大会が開催されました。6回目となる今回の大会には、当区は北海道からも参加があり、2695人のランナーが健脚を競いました。開会式では長谷川秀夫実行委員会委員長が開会を宣言し、大会会長である松田市長が、今年も市内外からたくさんの方々に参加していただきました、素晴らしい天候の中、美しい景色を楽しみながら爽やかな一日を楽しんでくださいと述べて、参加者にエールを送りました。次にサッカー日本女子代表として2003年 FIFA ワールドカップや2004年アテネオリンピックなど数々の国際大会に出場し、日本女子サッカー界のトップ選手として活躍した川上直子さんが今大会のゲストランナーとして紹介されました。また地元津市出身で、先月行われた箱根駅伝では9区区間賞の走りで東洋大学を総合準優勝に導いた田中孝明選手が招待選手として紹介されました。大会は10キロ、5キロ、2キロとジョギングの4つのコースが設定されており、参加選手は自分たちが出場するコースのスタート時間が近づくと、スタートラインで流行る気持ちを抑え、スタートの合図を待っていました。スタートの号砲が鳴ると同時に、選手たちは席を切ったようにコースに飛び出していきました。コースではそれぞれが自分のペースでランニングを楽しみ、爽やかな汗を流していました。またゴール近くや沿道には選手を応援しようと大勢の人が人垣を作り、駆け抜ける選手に盛んに声援を送っていました。選手たちの記録は自動計測されており、ゴールした選手たちはそれぞれに記録書を交付場所でタイムの書かれた記録書を受け取っていました。ゴール後、選手たちには地元の方々の協力により温かい豚汁が振る舞われ、さらに足湯コーナーやミニ物産展なども開かれ、選手や応援する家族、友達などたくさんの来場者でにぎわっていました。市内から来ました。2キロです。はい、偉かったですけど、爽やかに走れました。5キロです。とても寒かったですよね。5キロです。おやつカンパニー賞当たりました。イエーイ。担当するツシティマラソン実行委員会は、今年もたくさんの幅広い年齢層の方々に参加していただきました。今後も広く市民の健康維持と体力の向上が行えるよう、より一層のスポーツの普及振興を図っていきたいと思いますと話していました。